中村浩一7月31日から1981年7月27日は、日本の弁護士、政治家、衆議院議員、衆議院副議長を務めた。弁護士として、社会運動や人権活動に取り組んだ。東京府西多摩郡西あきる村出身。中村作兵衛の睦男。東京府立第二中学校出身。1922年。弁護士試験に合格。1923年、早稲田大学法学部法科卒業。弁護士開業。1930年、労農党中央執行委員。1936年、社会大衆党中央執行委員。早くから自由放送団に参加し、自由放送団事件で検挙された。東京市会議員を経て、1937年の第20回衆議院議員総選挙に東京7区から出馬し当選。戦後、日本社会党に入党するも、公職追放に遭う。追放解除後は、衆議院懲罰委員会理事などの要職を歴任し、1960年に正木清の辞任に伴い第41代衆議院副議長に就任。1967年の第31回衆議院議員総選挙で落選し、以後は弁護士活動に専念する。弁護士としては、総評弁護団の中心メンバーとして活動する、傍ら帝銀事件弁護団にも参加。1976年、磯部常二の死去に伴い、平沢貞道主任弁護人に就任。1981年、死去。平沢の主任弁護人は、遠藤誠に引き継がれた。中村の東京市議選の応援演説をした山本信春。中村浩一の息子の中村守や孫の中村一郎も弁護士である。息子の中村守は1955年、武蔵野市吉祥寺本町に中村法律事務所を開設した。1960年、事務所を現在の場所に移転した。1967年、付属機関。中村法律研究室を設立した。司法試験の受験指導に当たった。2007年、孫の中村一郎が2代目所長に就任した。ありがとうございます。